こんにちは、こんばんは、赤尾です。いやー、今年も残りわずかですねー。皆さんはどんな一年でしたか？私は、転勤で地方に来たり、YouTube を始めたり、ラジバ。むふん。とりま、皆様のおかげで充実しすぎた一年になりました。ありがとうございました。あと、コメント面白&嬉しすぎです。動画作成の励みになるので、これからもたくさんのコメントお待ちしてます。では、本日は、みんなと一緒に怖い話を聞きながら、年を越せたらと思います。早速始めていきましょい。第1話、餅つき。正月は毎年、父方の親戚が祖父母の家に集まり餅つきをしていた。その時も庭で、総勢20名が集まってつきたての餅をみんなで食べていた。そんな中、餅が大好きで食べまくってたら餅が喉に詰まった。助けを呼ぼうにも声は出ず、ジタバタしても誰も気づかず、周りの談笑を聞きながらついに意識が飛んで倒れた。ここからは聞いた話、気がついた母が叫んで周りが気がつく。餅が詰まってる。掃除機だ。掃除機持ってこい。と掃除機持ってきて口に突っ込んだはいいけど。電源は？電源なきゃ使えねえよ。定期止まってるよ。人工呼吸だ。手持ち取らなきゃ息できねえよ。とみんながパニックになってしまった中、騒ぎに気づいた曽祖母が出てきて、冷静に手を突っ込んで餅を取ってくれたので助かりました。こないだ一人で餅食べてたらまた詰まりかけて、そういや昔も詰まったなと思い出した話でした。餅って、怖いですね。第2話、正月休みの幽体離脱。まだ小学生に入る前くらいの時の話です。私は正月休みに入った家族と一緒に居間で食事をして、祖母に抱きついて遊んでいました。すると次の瞬間、寝ている自分を上から見ている状態になって、何が何だかわからないと思っていたら、パッと景色が変わりました。次は自宅から2キロくらい離れたところに立っていて、本当にびっくりしてしまってどうすればよいかわからずに、泣きながらただ立ち尽くしていました。すると、一人だけ仕事をしていた祖父の車が通っていったので、慌てて、おい、おい、と叫びました。しかし、祖父は全く気づかずにそのまま通り過ぎていったので、走って追いかけました。まっすぐ行った後、右折したところまでは見えていたので必死でした。角を曲がると見覚えのある光景だったので自宅の近くだと思い、そのまま走って家に入りました。次の瞬間、寝ている格好で祖母の近くにいて冷や汗をびっしょりかいていました。家族にそのことを話すと笑っていましたが、今思うとあれは間違いなく幽体離脱だったと思います。なぜなら見覚えのないところに行ったと言いましたが、そこには初めて行ったところなのに、細部が実際に当時見た光景と一致したのです。託児所までの道はそことは反対で、親に聞いてもそこの道は危ないから行かせたことはないとのことでした。それを経験したのが夜だったので、私はすっかり暗所恐怖症になってしまいました。本当に怖かった体験です。第3話、正月の夜中に見た車。去年の正月だったか。諸事情で年賀状が出せなかった俺は、元日の深夜23時頃にもかかわらず、ポストまで年賀状を出しに行った。ここ一帯はかなりの田舎なので、家からポストまでは1000メートルほど。自転車で行った。街灯もかなり少ないし月も出ていなかったので、あたりは真っ暗。そのため懐中電灯を持参。もちろん、そんなところだから家は指折り数えるほどしかないので、人通りは全くない。にもかかわらず家から600メートルほどの山道をかなり下ったところで、車1台が停車しているのを発見。明かりはついておらず、人の気配はない。今思えば練炭を疑ったかもしれないが、下り坂で少しスピードが出ていたので、そんなことを考える間もなく通り過ぎる。そんなわけでポストまで行って年賀状を投稿し、帰り道。坂を自転車を押しながら歩いていると例の車に再び遭遇。
何事もなく通り過ぎようとした時、自転車に取り付けられていた懐中電灯の明かりが車全体を照らす。すると、息は気づかなかったが、車の窓ガラスやフロントガラス一面に、血と思われる赤い跡や手形がびっしり。思わず立ち止まってしまった。状態が状態なので、そのまま最寄りの家に行って警察を呼べばいいのだが、何を考えたか俺は、車に近づいていこうとした。その時だった。反対側の林から誰かが飛び出してきた。血まみれで、手には鎌と思われるものを持っている。山道を下って街に出ればいいものを、気が動転していたので思わず家に向かって山道を登ってしまった。自転車を必死に漕ぎながらも後ろを振り返ると、そいつは異常な速さで追ってくる。変速ギア最大プラス火事場の馬鹿力にもかかわらず、距離は徐々に縮まっていく。途中何度も鎌で自転車の後部を攻撃され、よろめきながらも、やっと人家が見える。気配が消え、本能的に振り向くと、その姿はもうなかった。後日、数人の友人と明るい時間にその場所へ行ってみたものの、車はもうすでにない。大量の血を浴びながらも反対側の林へ移動すると、普通は道に血痕の一つや二つはつくはずだが、それすらない。だが、自転車には確かにあの時鎌で引っかいたような傷と、その鎌についていたであろう血痕がはっきりとついている。車種、ナンバーは記憶してあるので、友人に通報するよう促されたが、なんせ正月早々縁起が悪すぎるし、それ以上に嫌な予感がしたのですぐ忘れようと思い、今日に至るまで通報はしていない。で、この話は楽天的な俺の性格もあり、すっかり忘れていたのだが、先日他県の山道を通った時、あの車と同じナンバーの廃車を見つけ、この話を思い出した。その廃車は、あれから数ヶ月とは思えないほどボロボロになっていた。第4話、兄との秘密。当時、弟は小4、俺は中2、兄貴は高1だった。兄貴は寮に入ってたから家に帰ってくることはほとんどなかった。俺は陸上部に入ってて毎朝ランニングしてた。ある夏の日、いつも通り早起きすると下のベッドで寝てるはずの弟がいなかった。トイレに行ってるんだろうと思い、気にせず外に出た。すると弟が外で寝てた。なんで外で？そう思ったが、ランニングがある俺は深く考えず、弟を起こしてランニングに行った。今思うと玄関は鍵がかかってた。それからたびたび弟がいなくなり、家の至るところで寝ているのが中で見つかった。外はなかったが、机の下、テーブルの下、タンスの影など隠れるように。そんなことも忘れてた今年の正月、家族で思い出話してる時に母親が言ったんだ。お前たち兄弟は無遊病の癖があったんだよと。自分が無遊病だったなんて覚えてないし、兄貴が無遊病だったなんて知らなかった。でも、それで思い出したことがあるんだ。で、兄貴だけに聞いてみた。昔、何度も同じ夢見たことない？かくれんぼする夢。そういえば、小学生の頃何回か見たな。一緒にかくれんぼしてた子に誘われたことない？一緒に河原に行こうって？行かなかったけど。同じだ。俺も断った。最後にその子に言われなかった？じゃあいや、弟と行くから。その夢を見なくなったのはその頃からだと思う。そう、今月は弟の13回忌。1月の朝、俺がランニングから帰ると、家に救急車が来てた。布団の中で冷たくなってるのを母親が発見したらしい。弟が同じ夢を見たかは知らない。河原について行ったのか、末っ子だからか、ただの心不全なのか。これは、親には絶対話さない俺と兄貴だけの秘密。第5話、開くはずのない扉。とある年末年始、彼氏と彼氏の友達、私の友人を含め、男女8人で千葉の温泉に行きました。温泉の近くには湖があり、釣りもできるスポットがある。自然豊かな場所で楽しく年をみんなで越そう。ということで、釣り好きな彼も喜んでその場所に決めたんです。みんなで温泉宿を予約する段階では、その湖も周辺の写真も大自然。綺麗なところ、という感じの印象でしたが。いざ実際に行ってみると、宿に行き着くまでの道はなんだか獣道のようだし、進めば進むほど建物がなくなっていきます。
しまいには家と家の間隔もどんどん広まって、ただ山しかないんじゃ。と不安になるほどの過疎っぷりでした。大自然を売りにしているのだからそういうもんじゃないのか、それに宿は山の中にあるということだし、こういう場所なんだなぁと、私は何も感じずに宿まで行きました。宿はなんというか、とても綺麗なのに薄暗く感じ、一目で私はなんとなく緊張したのを覚えています。というのも、私の彼は自称霊感ある系の人だったので、その彼が、ここ怖いわ。と真顔で言っていたせいもあると思います。年末年始で楽しく年を越そう、と思ってここまで来たのに、わざわざ場の雰囲気を壊すような彼氏ではありません。なので彼が本当に何かを怖いと感じたんだなと思うと、私まで緊張していました。しかしせっかくの旅行ですから、楽しまなければ損です。夜は風呂に行こう、とみんなで風呂に入り、おのおののタイミングで出て、好きにまったりして11時には集合しようという約束でした。風呂に入るまではみんな一緒でしたが、そこからは自由行動ということだったので、私は彼と大体出る時間を合わせ、少しダラダラしようと企んでいました。風呂は温泉宿の一番端にありました。廊下を突き当たりまで歩いたところに、男風呂と女風呂が隣同士でありました。私たちはその風呂の前に置いてあった椅子を集合場所にし、先に出た方は待っていてね、ということでお風呂へ入りました。風呂ではひとしきりワイワイ盛り上がり、上がってみるともう彼氏が椅子にデーンと座り待っていました。そして彼に私が声をかけようとしたところ、急に彼が後ろへ倒れそうになりました。私はびっくりしてとっさに彼の襟元をつかみました。彼もびっくりして立ち上がっていましたが、椅子の後ろにある壁を見て納得です。椅子の後ろは、よく見ると扉がありました。壁だと思っていたのでドアノブがあることも気づきませんでしたが、丸いドアノブのついた扉でした。寄りかかって、開いたんだね。と私たちはそのドアを閉めましたが、彼は後ろに寄っかかってドアが開いた時、ドアの向こう側に携帯を落としたらしく、そちらへ拾いに行かなくてはならなくなりました。宿の一番端が温泉。廊下の突き当たりが宿の一番端。もう行き止まりのはずだったのですが、扉を開けてみるとその先にはまだ廊下が続いているようでした。電気はついていない。それどころか、すぐそこに見える窓ガラスも割れていて、かなり怪しい感じでした。彼が無言でその暗い方へ進んでいくので私もついていきましたが、ある程度進んだところで彼が、やばいわ。と言って私の手をつかみ、走って戻りました。戻ってきた時には私も彼も汗だくでした。暗闇の廊下を進んでいくと、そこに見えたのは壊れた壁、壊れたトイレ、割れたガラス。カチンカチンと何かがぶつかる金属音も聞こえていました。彼がヤバいと言って引き返したところには、下に降りる階段がありました。夜の月明かりと私の携帯の薄明かりでしか見ていませんが、明らかに廃墟って感じの場所です。しかも下に降りる階段。私たちがいたのは1階です。下に降りる階段。私たちは何も見なかったしどこも行かなかったという感じで、お互いそれについては何も言いませんでした。言ってはいけない気がしたんです。ただ宿の人に明日話を聞こうとだけ決めて、みんなでの年越しの方へ気を向けることにしました。どんちゃんして夜も明けて次の日、私と彼は宿の若旦那さんのところへ二人で行き、話をしました。扉が開いたこと、間取りのこと、若旦那さんは、あの扉は開きませんよ。鍵閉めてありますから。と笑っていて、確かめにも一緒に行きましたが、本当に鍵がかかって開きませんでした。でも間取りのことや見たものを話すと、その間取りは閉鎖した宿の旧館であると教えてくれたんです。そしてさらに、扉はこちらに開くことと、下に降りる階段などないと言います。実際にわざわざ鍵を持ってきて開けていただくと、扉はこちら側に開きました。昨日は彼が寄りかかって開いた。つまり向こう側に開いたんです。おかしい。そして階段。若旦那は、ここが1階ですよ。下に地下なんてないし、前は向こうも宿として機能していたんですから、その時の間取りくらい覚えています。というのです。でも私たち2人は階段を見ました。しかしその階段はどこにも見当たりません。怖くてもう何も聞けませんでした。なんで扉は向こう側に開いたのか？鍵もかかっていたのに。そしてあの階段は何？二人で行ったあの場所は何だったんでしょうねと、
数年経った今でも彼氏とたまに話します。第6話、屏風。リア校の時、原告担当の先生が神社の娘、英語担当の先生がお寺の息子だった。だからよく神社、お寺に関する不思議話を聞かせてもらっていた。そのうちの一つ、家が神社だったので、小さい時はよく神社の中でかくれんぼや鬼ごっこをして遊んでいたそうだ。親は結構寛大な方だったらしく、神社でちょこちょこ走り回っても怒らなかったが、あるものだけには絶対に近づくなと、何度も言い聞かせていたという。あるものというのは、昔から代々伝わってきている屏風だったらしい。ある正月のこと、いとこが遊びに来て先生をおはしゃぎ。親が言っていたことをすっかり忘れ、いとことかくれんぼしているうちに、屏風に近づいてしまったという。すると、屏風の影から見知らぬ子供が出てきてて招きしたらしい。初詣に来た子が迷子になったのかな？と子供をよく見てみると、その子供の服装が少しおかしい。真冬のこの時期に白い薄手の和服一枚。慌てて屏風が見えない位置まで移動したところ、先生を探していたらしい親といとこが泣きそうな顔をして立っていた。いわく、丸一日先生は姿を消していた。先生にとってはほんの少しの時間、長くて数分程度だったらしいけど、実際はもっと時間は経っていたという。神隠しっぽいものだったんかもね。先生は笑って言った。ちなみに先生の実家である神社には、未だに屏風があるそうです。屏風の影から出てきた子供の手招きに応じて近寄っていたら、先生はどうなってたのかな。また何か思い出したら書き込みに来てください。先生のように、実家が神社というのはなんとなく羨ましい。先生ん家の屏風みたいな曰くつきのものがあるのは怖いけど。もし手招きの子について言ったら、多分、子供の原告の先生、いつの間にか屏風に書かれた絵の中に。第7話、家の中であった怪奇現象。98年12月初旬に、年度末での辞職を上司に申し出、暮れになり久々に実家に帰った時の話です。入社時の保証人だったので、一応両親には会社を辞めることを言わなきゃなと思いまして、いやいや帰省したんです。実家を出て10年、何度か実家には帰省したことはあったんですが、両親とはあまり仲がよろしくないのと、自分の部屋もなくなっていましたので、なんとなく居心地の悪さをいつも感じてました。両親は2階で就寝し、自分は1階の居間に布団を敷いて就寝というのもあり、自分の居場所がないような感じで。さて、両親との辞職についての話は置いておきまして。その年の大晦日は親戚が集まりまして盛り上がり、悪ガキたちの相手もしながらアルコールも普段より多く飲みまして、親戚たちと1階居間で雑魚寝状態となり、明けて1999年正月は、二日酔いのまま昼過ぎに初詣へ。夕方親戚たちも帰り、また両親と居心地の悪い時間を過ごしました。その正月の深夜、正確には2日に自分が体験した話です。父はその日も夕方から飲み始めたので、9時過ぎには2階へ上がっていきました。1階の居間では自分と母が、会話もなくテレビを見ていました。母はこたつで、自分はこたつの横に布団を敷き、横になってテレビを見ていました。深夜にエロい映画をやるようで見たかったんですが、早く2階に上がらねえかなと思いながらも、仕方なくバラエティ番組なんぞ見てました。時間は1時前だったと思います、2階から。お母さーん。という男の子の声がしました。自分はと思い階段の方を見たんですが、母は何も聞こえなかったようでテレビを見ています。数秒後、もう一度。お母さーん。と声が、2階のテレビの音ではなく、階段の上から呼んでる感じでした。自分は母に対し、なんかな、だったか、なんやあれ、だったか、忘れましたが話しかけました。すると母は、はいはい。とか返事をして確認しに2階に上がっていったのでした。しかし、なかなか降りてこない。もう寝たのかなと思いまして、映画にチャンネルを変えようと思いリモコンを手に取った時でした。というかなり大きな足音を立てて誰かが階段を降りてきたのでした。やべえ、母か？
今の廊下へ通じる襖は開けっぱなしでした。どんどんどんと音のする階段の方を見ていると、3歳くらいの男の子が降りてきて、そのまま今に入ってきたんです。両隣の家にも他県ナンバーの車が止まってましたので、自分はその子がいたずらで2階のベランダ越しに侵入してきて、降りてきたんだなと思ってました。その子は、こたつを挟んで向こう側につまずいたか何かで、うつ伏せに倒れてしまったんです。怒ってやらなきゃなと思い、布団から出てこたつを回りその子のところへ。その子はこたつ布団の上で、うつ伏せ状態でもがいてました。しょうがねえなぁ、と思い、その子の脇を持って立たせ、こちらに向かせて叱ろうかと思った瞬間でした。髪の毛のあった後頭部が顔になっちゃったんですよ。オカルト映画とかでよくある、首が180度回転してこちらを向くっていうのではなく、瞬間的に後頭部だったところが顔になったんです。つまり、体は向こうを向いているのに顔は自分を見てるんです。自分の体勢はうんこ座り。頭だけこっち向きの男の子との目線と自分の目線は正対状態。正直、おしっこちびりました。それまでは、その子の体温だとか日韓とかあったんですけど、人間だとばかり思っていた男の子が実はそうではなかったと理解した瞬間、その子の体温も感じなくなり、冷たい丸太を両手で持っているような感覚になりました。生まれて初めて恐怖ってのを味わいました。このまま殺されるんじゃないかとか。おしっこって本当にちびるんですね。しかもヘマでププって出ましたよ。手を離そうと思っても体が動かない。すると男の子が、6歳。って言うんですよ。何か訴えるような顔つきでした。体はもちろん向こうを向いたままです。どう見ても2、3歳の子なんですけど、6歳って。自分は声も出なくなってて、そうかそうか、というつもりが、としか言えず。するとまたその子が、6歳。って言うんですよ。そして自分は、この時は全身に鳥肌が立ってました。母ちゃん、はよう降りてきてわしを助けてくれ。そう思っても誰も降りてはきませんでした。男の子から手を離そうとするんですけど、体が動かない。助けを呼ぼうとしても声が出ないし。次に男の子は悲しい顔になり、僕ね。と言い始めました。その子は涙を流し始めたんですけど、それが黄色いんですよね。その子の肌の色もだんだん青白く変化していきました。自分もなぜだか悲しくなって、と言いながら泣いてしまいました。涙を拭こうと思っても体が動かない。なんで、わし泣いとるんじゃ、怖いよ誰か助けてー、とばかり思っていたんです。すると、庭に面した障子から人が現れました。プレデター2の最後、霧の中からプレデターが現れる、そんな感じで。霧状のモヤモヤってしてたのがだんだん人の形になりながら、こっちにやってくる。自分は涙目だったんですけど、不思議とはっきりと見えたのでした。近くに来ました。老人でした。もうすでに恐怖の最高潮に達していたのか、その老人に対しては恐怖は感じませんでした。老人は、青と白の格子の浴衣を着ていて、断然を羽織っていました。その老人は無表情だったんですけど、ゆっくりと自分に頭を下げたんです。すると自分の手から男の子が消え、老人の手に移ったんですよ。その子は寝てるようでした。そして、もう一度老人が頭を下げ、反転して障子を突き抜け出ていきました。助かった。金縛りが解けたんですね。体は動くようになりました。ぼーっとしたまま布団に入り、こやー寝れんよ。今のは夢じゃないよな、しょんべんちびったもんな、もうほんま勘弁してくれ、とか鳥肌だらけの体で思っていたらいつの間にか寝てました。次の日母に起こされ、テレビ、照明つけっぱなしで寝ていたと怒られまして。いや実は、と昨夜の話をし、なんで2階に声の主の確認をして降りてこなかったのか聞いたんですよ、ちょっと切れ気味に。そしたら母は、あんたが、もう上がれや、言うけやがったんよ。と、こう言うんですよ。確かに映画を見たいがため、早く上がらないかなとは思ってましたけど、実際に言ったのは、その言葉を覚えていないんだけど、声の正体が何かな、的なものだったはずなんです。もうめんどくさいのもあって、それ以上はこの話はしませんでしたけどね。自分に起きた心霊的な現象は、この一件だけです。もうちびりたくありません、ゴリゴリですわ。
この話は、母にしか話していません。わしが、寝るとき電気をつけっぱなしにしている理由はこういうことなんだよ、村上。第8話、曰く月の日本人形。最近なぜか思い出される子供の頃の不思議な体験。自分が物心ついてから中学生の頃まで、お盆と正月は父方の実家により、そこで2、3日過ごして帰るのが毎年の行事だった。父の実家は山梨の田舎にあり、自営業を営んでいて、母屋と離れがある。自分たちは離れで寝泊まりするんだが、その部屋に長方形のガラスケースに入れられた日本人形があった。おかっぱで赤い着物を着た、50センチから80センチくらいのもの。子供の自分には結構大きく見えた。それまでなかったのに、突然その年から部屋に置いてあった。見るなり早々、親に気持ち悪い、と言ったのを覚えている。人形は少し口を開いていて小さな歯があった。もともとあるものなんだろうか。笑っているのか怒っているのかわからない、なんとも言えない顔をしていた。親も気持ち悪がっていたと思うが、口には出さなかった。次の日の昼間、離れで一人ゴロゴロしていると後ろからものすごい視線。振り返ると目線の先にあの人形。気持ち悪いので、ガラスケースごと90度回して横向きにしてからまたゴロゴロしていた。そのうち寝入ってしまい夢を見た。夢の中で自分は大人の男になっていた。大人の足と目線でどこまでも続く一本道に立っていた。両側は坂になっている。街灯も何もないのに道だけが光っている。そこを江戸時代の百姓みたいなボロを着て、ふらふら歩いてる。石に反して足がもつれ、道から外れ真っ暗な坂を転げ落ちる。雑草が生い茂る土手の段差のようなところで止まって、体がピクリとも動かない。自分は死んだんだ、と思った。不意にお経が聞こえてきた。上の道から誰かが自分のためにお経をあげてくれている。なんだか嬉しかった。一人ぼっちで死ぬのは寂しいから。そう思うと、自分が、死んだ大人を見下ろす視点に変わっていた。知らない人だった。その人は髪もまばらで口を開けて目を向いて、確実に死んでいた。そこで目が覚めた。寝汗をびっしょりかいてた。変な夢を見たな、と思い、寝返りを打つと人形がこちらを向いていた。ちょっと笑っていたように見えた。ガラスケースは90度回したままだった。触るのが嫌だったのでそのままにしておいた。次の年、人形はまた離れに置かれていた。明らかに伸びている、髪が。肩に髪がつきかけている。人形の髪が伸びるのは普通のことらしいが、自分には気持ち悪かった。伸びてるなぁと楽しそうに親父が言ったのを覚えている。その年、おばさんにそれとなく聞いてみた。なんなのあの人形と。帰ってきた答えが。ああ、あれなぁ。悪いことしてねえけ？その時点で聞くのをやめた。大丈夫、と答えるだけ。その夜、親戚みんなでスイカを食べながら花火をした。花火の最中にもう一人のおば、基本一人暮らしでお盆の時だけ帰ってくるが。〇〇ちゃんの後ろに A さんがいるよ、来てくれたんかねえ。とぼそっと言った。おばと親父、顔が固まってた。まあお盆だしな、と親父が明るく言うと、みんなが笑った。後で知ったが A さんはひいじいさんのことだった。当時家は相当金持ちだったらしいが、女癖が悪く家庭を顧みないひいじいさんに、たまりかねたひいばあちゃんとじいさんが、夜逃げのように家を飛び出し、そのまま絶縁。その後ひいじいさんは湯水のように金を使って、宝刀の最後にのたれ死んだらしい。そして自分が見た写真の A さんは、夢で見た死んだ大人だった。次の年、人形がなくなってた。変な視線も感じなくなり恐怖感も薄れたので、またおばさんに聞いてみた。あの人形どこ行ったの？悪いことするから、神社に持ってった。そんなに不思議には思わなかった。悪いことって何？ほらケース入れてたじゃん。あれ勝手に出て夜中歩き回るようになっちゃってさ。まあそれだけならいいんだけどね、夜中に丸々が転んで足痛めちゃったから。話を要約すると、朝になると人形がケースから出て別の場所で見つかることが多々あった。その度戻してたんだが、誰も心当たりがない。鍵をかけたはずなのに、その鍵が壊れてスカスカになってる。なんなんだろうね、と話してた頃、いとこが見てしまった。当時高校生のいとこが、夜中目が覚めてトイレで用を足してると、廊下からかすかに音がする。
なんだろうと思って水を流してトイレの扉を出た瞬間、いきなりズボンの裾が突っ張って前につんのめった。何かに引っ掛けたか、と思ってみると、横から人形が手を伸ばして裾を引っ張ってる。いとこ曰く、笑ってて声まで聞こえた。女の子の声じゃなかった。太いけど、男と女の中間みたいな声。その時点でいとこビビって気絶。朝起きると倒れているいとこと足に重なる人形発見、いとこは足をひねって痛めた。こりゃいかん、ということで神社に預けた、という流れ。もっと早くそうすりゃよかったんだが、おばあちゃんが大事にしていたから持っていくのは気が引けたんだとか。自分は疑問に思った。どこで買ったのか？いや買ってないと。もらってきたんだと。どこから？おばあちゃんの友達から。その友達はもう亡くなっている。というか、亡くなるまで抱いて大事にしてた人形を、友達の要望、遺言、で形見としてもらってきた。その友達は人形に着物を作ってあげた。何のために？それはわからない。でもその人形はもともと友達のものでもないらしい。その友達も誰かからもらってきて着物を作るように頼まれた。誰にもらったか、どこで売ってたのか、それ以上のことはわからない。当時子供の自分にとって、ほんのり怖かった話です。第9話、正月の餅つきは1月15日以降となった村。これは、うちの田舎のおばあさんから子供の頃に聞いた話。おばあさんの実家は S 県の県庁所在地の山のある方にあるのだが、室町時代か戦国時代の頃に、その付近を治めていた殿様がいたそうだ。ある秋の終わり頃、他国との境界に戦に出ることになり、殿様は村の領民にこんなお触れを出してから出陣した。今度の戦は長くなりそうだ。正月前に帰ってこれるかわからない。もし我が軍が正月を過ぎて帰ってこれない場合、正月の餅つきはしてはならん。帰国するまで餅つきと餅を食べることは禁止。だが、殿様の軍勢は正月を過ぎても帰国することはなく、正月も10日ほど過ぎてしまった。結局、村の領民の一部は殿様の帰国を待つことができず、餅つきを初めて食べてしまい出した。その後、ようやく15日になって殿様の軍勢が帰国した。だが、お殿様は合戦で討ち死にしてしまい、殿様自身は生きて帰国はできなかった。また軍勢の帰国前に餅つきをした家にも、特にお咎めはなかった。しかしその年の秋の収穫の時期に、不思議なことに帰国前に餅つきをした家だけが凶作になった。村人たちは、お殿様との約束事を守らなかった罰が当たったと噂した。それ以来、その村は殿様の約束事を守るという意味で、正月の餅つきは毎年1月15日となった。時は下って、うちのおばあさんが子供の頃の昭和の初めになっても、村の掟というか言い伝えは生きていて、正月の15日に餅つき始めだったそうだ。だが、一部の村人は、もうそんな古い時代の言い伝えは無視して、普通に元旦から餅を食べよう、と言い出す人も出始めた。うちのばあさんの実家は大昔から山をいくつか持ち、田畑を他人に貸す庄屋の家柄だったそうで、大昔の殿様の合戦の時も、軍勢が帰国する前に餅つきはしなかったと伝えられていたため、昭和になっても言い伝えを破ろうとはしなかった。しかし、言い伝えをほとんどの村人が破り、15日より前に餅つきをした人が出た年に、大事件が起こった。その年の冬に、ある家の馬小屋から火災が発生し、風も強風であっという間に火が家々にも移った。村どころか、隣の市内の広範囲が焼け落ちる大火事になってしまった。この大火事は市の歴史年表にも記載されている。うちのばあさんの実家はというと、なぜかその付近だけ風の向きが違い、周囲の家が焼け落ちても火事にならずに済んだそうだ。結果として村の言い伝えは生きていたということになり、その後はその村、今は市に合併、の人々は殿様のお触れの言い伝えを守り、餅つきは1月15日以降となっているという。地元の図書館で歴史の本などで調べてみた。おばあさんの実家の村を治めていた殿様の定石の説明などから、史的な解釈としては、おそらく南北朝時代に殿様は南朝型で、北朝型についた武将との合戦に出陣したのでは、と思う。また、平常時に大福や餅を食べるのは問題ないのではないかとも思った。
殿様の立場としては、領民領地の平和と安全を守るため合戦に行ったはずが、領民が先に正月祝いの餅つきや餅を食べることは許されない、という考えだったのではないだろうか。余談になるが、おばあさんの実家に連絡して聞いてみたところ、今は昔と違って道路も整備され、スーパーなども近くにできた環境にもなり、普通に大福や餅も購入しているそう。ただ、正月だけは餅つき等の言い伝えを守っているという。いやぁ、2022年になっちゃいましたねー。2022年は今まで以上に動画を作っていくつもりです。私の動画で、少しでも皆様のこの1年が彩りますよう願っております。ちょいおこがましいか。では、また今日、通常動画でお会いしましょう。初夢いい夢見ろよー。